皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。ポケットミラーパート2、続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回の続きからですね。ちょっと何回も失敗してしまったところからなんですが、めげずにやっていきたいと思います。やりました。青い目玉を手に入れた。ずいぶん暗くなっちゃったね。まあ君が暗くしたんだけどさ。目玉をくり抜くなんて勇気あるね。君のファンになっちゃったよ。罪を犯した者はその罪で自身は傷つかないため幸福であるってね。神聖化1890年、絵は引き裂かれ、そこに座っていたはずの女性はもうどこにもいない。ごめんなさい。いい君だわ。これで今から私がナンバーワンよ。そんなことで。はい、このおもちゃは返すわね。うぬぼれ。1890年、血まみれの眼帯を左手に持った大声で笑う女性の絵。ここに長居したくないわ。わけで早く出ましょう。アンナリーズが来てウィーンの包帯を見て笑った。怪我の理由を知った母さんは怒ってアンナリーズのお尻を引っ叩いた。ご親切、痛み入ります、お嬢さん。もう開きましたね。セーブ。ちょっと暗い。人間って首を切られても15秒から20秒くらいは生きてるって知ってたかい？あ、怖い。水中だと陸上の4倍の速さで分解されるらしいから、溺れ死なないように注意してね。君はとっても可愛いんだから。もし僕が君だったら、今は絶対右の方には行ったりしないね。あ、怖い。なんでそんなに浮かれていられるの？死ぬとき最後に亡くなるのは聴覚らしいね。君が死ぬ間際には幽霊の声が聞こえたりするのかな。ナイフとフォークを手に入れた。フォークの後ろには愛と彫られている。これは何？暗すぎて周りが見えないわ。影、闇の中ほど落ち着く場所はありません。
闇は何も尋ねてこないし、何も知りたがろうとはしない。おチャーム。手の意味はあまりわからない。おっと、明かりがつきました。ああ。静かにして、みんな寝てるんだから。あ、ごめんなさい。とっても美味しそう。アップルストゥールーデルもメニューにあるわ。おお、さっきも言っただろう。うん、知るか。パンプキンパイにでもなってろ。最近日焼けしてきたと思うんだけど、どう？わかる？緑とオレンジなんてダサい組み合わせ。葉っぱをピンクに染められたらいいのに。誰が僕の顔を彫ったんだよ。恨むぞ。僕は他のカボチャと違って常識のあるカボチャなんだ。常に笑い続けるしかないなんて嫌なんだよ。ジョー・エグリエッテの晩餐会メニュー。ロイヤルアップルシュトゥールーデル。キャラメルパンプキンのポットドクレーム。マーベラスドリームケーキ。女王お気に入りのキーカップ。美味しいかぼちゃのムース。パンプキンプリン。特選メニュー。秘密のデラックスデザート。どれも美味しそうですね。皆様、こんばんは。私の夕食会に出席いただき感謝いたします。かわいいですね、相変わらず。エグリエッテ、人形の女王。乾杯とともに出席された皆様に祝福を。デザートここへ。すごく見られてるわ。で、あなたは一体誰なの？あ、私は黙りなさい。あなたはここで一体何をしているの？黙りなさい。それではいつものあれをやりましょうか。正しく答えられればこの晩餐会の出席を許しましょう。しかし、あなたがもし間違うようなことがあればどうなるか、他の招待客の皆様はご存知でしょう。待ってください。静かになさい。では答えなさい。今夜の晩餐会で私が注文したものは何ですか？ここに誰か座っているの？なんて失礼な。慎みなさい、無礼者。ごめんなさい。うん、言葉には気をつけなさい。女王様のパーティーは最高よ。お腹いっぱい食べるわよ。今夜かなりいい気分。あなたにこれをあげるわ。パンプキンチャーム。
決めるのに時間がかかっているよね、お嬢さん。あ、はい。ヒントをあげましょうか。はい。これ、すっごい大ヒントです。女王様、お気に入りのクッキーカップじゃないわよ。どうもありがとう。女王のお気に入りのクッキーカップ。2つのクッキーカップは様々なフィリングと果物で満たされたトレイの上に並べられている。本当にスペシャルデラックスデザートが楽しみ。みんなもそう言ってたわ。私はパンプキンプリンを食べるためだけに来たのよ。何をグズグズしているのですか。一晩中待たせるつもりですか。ごめんなさい。ついに食事の時が来たわ。ロイヤルアップルシュトゥルーデル。綺麗に飾られたトレイの上には、金色色のアップルシュトゥルーデルがある。とっても美味しそうなんですね。女王様は誰よりも優しい人よ。彼女は本物の天使ね。美味しいかぼちゃのムース、チョコクリームと刻んだアーモンドで美しく飾られた滑らかなかぼちゃのムースだ。おっと、チャームが。女王様はみんなのためにサプライズを用意していると聞いたわ。とても楽しみね。私はここにいる人たちが好きじゃないけれど、女王様を喜ばせるためだけここへ来たのよ。マーベラスドリームケーキ。光沢のあるチョコに覆われ、小さな白いチョコの星で飾られた大きなスポンジケーキだ。この人たちのおしゃべりやまないかしら。これ聞いてると頭痛がするのよね。それでどれかわかったの？これは次のこれです。おお、当たった。あなたは見た目ほどバカじゃないようですね。今宵は私の晩餐館に出席いただき感謝いたします。皆様には今夜のダンスパーティーでまたお会いいたしましょう。そしてあなたもね、お嬢さん。怖い。イグリエって怖いよ。あなたも招待していますよ。この晩餐館では一人の聡明な女性が楽しませてくれました。ありがとう。私は少し休憩を取ります。おー、いきなり。孤独はいつかあなたにとって最高の友となるでしょう。そうなるには少し慣れが必要ですが。どっか行けよ。こんなんじゃ寝れねえよ。黙れ。お前は近すぎるんだよ。仲良くしましょうよ。まだ喧嘩してる。白くて粘り気のある何かが黒い斑点がついたラミキンの器の上に乗っている。カラフルなクッキーカップだったものは黒くぬるぬるとしたフィリングのせいで台無しになっている。女王のパーティーに招待されるなんて君は運がいいね。僕も招待されたらいいのにな。かつて光沢のあったクリームのツヤは消え、真っ黒い何かになってしまっている。何か、何かって何でしょ。女王エグリエテは今日も本当に可愛いな。パンプキンに大人気ですね。ねえ聞いてよ、女王エグリエテは僕が寒がりだって知って隣にこのろうそくを置いてくれたんだよ。素敵な女王様じゃない？ええ、素敵な女王様ね。
かぼちゃのムースはふわふわとしたカビの山に、うわ、完全に覆われている。何が、一体何が。断層型のチョコケーキは皿の縁に傾き崩れてしまっている。そして表面にはカビが生えてしまっている。うわ、なんてもったいないの。ケーキの上に何かあるわ。錆びた鍵を手に入れた。ジョー・エグレーテは本当に可愛いね。残念だけど、ジョーと話す機会はないだろうけどね。僕もこのパーティーに参加できたらいいんだけど、でも壁しか見れないんだよな。後ろ向いちゃってますね。小瓶を手に入れた。扉が小さすぎて通れないわ。何が起こったの？みんな大きくなってる。ろうそく？高さに燃えるろうそくは、地面が燃えないギリギリの高さで不気味に浮かんでいる。これは何？ここはどこ？来ましたね。は誰から話す？ジョー・エグリエッテのダンスパーティーにそんな服を着てきたの？プップップ。でもこれしか服を持ってないの。狐のぬいぐるみの顔だ。今夜のパーティーのために練習しているところなんです。お嬢さん、私たちの踊りをどう思います？素晴らしいです。二人ともとても素敵。おお、どうもありがとう。私たちはみんな女王エグリエッテを喜ばせるために最善を尽くします。うまくいけば今夜の最高のペアとして選ばれるんです。頑張ってくださいね。ありがとう、お嬢さん。かわいい。宙に浮かぶピンクのろうそくなんて見るの初めて。なんでそんなところに座ってるんだい。なんだって？ここからじゃなんて言ってるか聞こえないよ。なんでそんな遠いところを座っているのかって尋ねているんだよ。もしかしてスキーへ行くならどこが良いかって聞いてるの？何言ってんだこのカボチャ頭。なんでこっちじゃなくてそっちに座ってるのかって聞いてるんだよ。いや、ステーキでレアとミディアムは好きじゃないよ。ベルダンが僕の好みだね。はあ、もういいよ。絶望したよ。素敵なパーティーだとは思わないかい？女王様がフルーツポンチでいっぱいにしてくれたよ。面白くない？それ大丈夫なの？大丈夫かって？僕が大丈夫そうじゃなかったら同じようにそう聞くの？こんな自由を感じたのは生まれて初めてだよ。今にも窓から飛び立てそうな気分さ。やめといた方がいいと思うけど。窓から僕を放り投げてくれ。大空を舞う鳥のように僕は自由になりたいんだ。私たちと一緒に踊りませんか？ごめんなさい、私踊れないの。それは残念だ。
ちょっとそこをどいて、踊りの邪魔だよ。あ、ごめんなさい。可愛い女の子にキスされて、ハンサムな王子様に変わらないかな。君は可愛いね。ちょっと僕にキスしてみてくれないかい？へいわよ。それで何か変わったかな？いえ、変わってなさそう。多分互いに愛し合ってないからダメだったんだろうね。そうね、諦めないでね、かぼちゃさん。いつかきっとハンサムな王子様になってみせるよ。僕の夢は有名なピアニストになることなんだ。君は僕になれると思う？ええ、きっとなれるわよ。早く有名になりたいな。まだ鏡に姿が映らないみたい。女の子の影が幽霊のように淡く鏡に映っている。私の家にあったピアノにとても似てるわ。弓が勝手に動いてる。誰もいないのにハープから音が。ウサギのぬいぐるみの顔だ。大丈夫なのかしら。ええ、大丈夫ですよ。ありがとう、お嬢さん。あ、喋れるんですね。ええ、喋れます。でも踊ることはもうできないのです。あなたは体がないけれど、一体何があったの？全く楽しい話ではないですが、お聞きになりますか？もしあなたが良ければ。座ってください。この話は少し長くなります。ええ。かつて、キツネさんと私は国王一のダンスペアでした。私たちはすぐに女王様にお気に入りのペアに選ばれ、毎日女王様のために踊りを披露しました。私たちはダンスパーティーのスターでしたので、女王様の大事なご友人をもてなす踊り手として、毎晩のように招待されたのです。と気がつくと、他のダンサーたちは嫉妬し、私たちの踊りの才能を妬まれるようになってしまいました。そうなの？あるダンスパーティーの夜、私たちは他のダンサーに、待ち伏せされました。待ち伏せ？私たちはどうやら少し完璧すぎたのです。他のダンサーたちには全く女王様に認められる機会がなかったのです。これが私たちの体がバラバラにされた理由です。手足を隠され、頭だけとなった私たちには舞台で踊る彼らを見ることしかできません。私たち専用だったあの場所で踊る彼らを。なんて恐ろしい話。確かに恐ろしい話ですね。あなたたちを助ける方法はないの？気持ちだけで十分ですよ、お嬢さん。私たちの体をどこに隠されたかわからないので、どうしようもないのです。自由に動ける私になら、あなたたちの体を見つけることができるかも、ウサギさん。確かにそうかもしれませんが、私たちの体がどこにあるかわかるのですか？わからないけれど、でもやってみる価値はあると思うの。お願い、私にやらせて。あなたは本当に親切な方だ、お嬢さん。あなたの名前を聞いてもよろしいでしょうか。ごめんなさい、うさぎさん。私、自分の名前を思い出せないの。でも、絶対にあなたとキツネさんを助けてみせるわ。ありがとう。もし彼女に会ったなら、体のことはきっとうまくいくと伝えてあげてください。私に任せて。心配しないで。絶対に私が治してみせるから。眠っているみたい。今は起こさない方が良さそう。ああ、うさぎさん、あなたは楽しい人だ。これからもずっと一緒にいようね。
こんばんは、お嬢さん。以前に私に会ったことがありませんでしたか？いいえ、会ってないと思います。ごめんなさい。そうですか。知り合いだったなら、君のためにかぼちゃを掘ってあげようと思ったのに残念です。ごめんなさい。今、かぼちゃは持ってないの。大丈夫ですよ、お嬢さん。困らせてしまって申し訳ない。素敵な夜をお過ごしください。ありがとう。あなたも素敵な夜を。くるみの木で作られた立派な食器棚に上品なティーセットが置かれている。このお茶はとっても美味しいね。これって女王エグリエッテが選んだお茶じゃないかな。きっとそうだよね。ええ、きっとそうね。今夜のダンスパーティーは素晴らしくなりそうね。待ち遠しいわ。ここの人たちはみんな全く教養がないの。ほとんどが文字さえ読めないなんて信じられる？本当にかわいそう。私は間違えたのよ。きっと私は生まれる時代を間違えたのよ。感じてますね。可愛らしい女の子ね。ねえあなた、お裁縫ってできる？ええ、できますよ。お裁縫のやり方を知りたいの？バカなこと言わないで。お裁縫したいわけじゃないのよ。どちらにしてもあなたがこれを持つべきね。あー、キーアイテムですね。針と糸を手に入れた。どうもありがとう。あなたが喜んでくれて嬉しいわ。切れる人じゃなかったかな。ここにいるみんなはパーティーが好きなんだよ。素敵だよね。君にある秘密を打ち明けたいんだけど、いいかな。あー、はい、もちろん。誰にも言わないでくださいね。人には言わない。約束するわ。私は実際にミセス・フォックスが好きでたまらないんだ。彼女は本当に素晴らしいダンサーだ。彼女が私の気持ちに気づいてくれたらいいんですが。なぜ彼女に伝えないの？彼女に伝えない限りきっと気づいてもらえないわ。何様のつもりだ、君は。気は確かか。ごめんなさい。私はそれがいいと思って。今すぐどこかへ行け。お前みたいな奴はずっと一人ぼっちだよ。すごい。いきなり切れられた。誰も教えてくれないから、チェスの遊び方がわからないよ。ち、隠れているんだから。部屋の隅にある背の高い時計の顔の上を秒針がせわしなく走り回っている。はあ、気に入らないわ。どうかしたんですか？ああ、なんでもないのよ。この手の話をするにはあなたはまだ若すぎるわ。かぼちゃは立ち入り禁止？セーブポイントがありました。え、ここのイベントまでやっていきましょうかね。そこの君、ちょっと助けてよ。いいわよ。何をすればいいの？先週の木曜に国王の宝くじに当たって、そこの隅にあるガシャポン用のコインを女王様からもらったんだけど、僕には手がなくてガシャポンができないんだ。まあ、それで私に代わりにやってほしいってこと？コインは葉っぱの下に隠してあるから、それを使ってよ。これかしら。そう、それだよ。早くやってみてよ。何が出るか早くやってみたいんだ。輝くコインを手に入れた。あ、何か出てきたわ。何が出た？何が出たの？見て、これよ。かわいいリボンを手に入れた。あ、リボンが出てきた。リボン。とってもかわいいわね。リボンは嫌だったの？かわいいんだけど、僕は男なんだよね。
だからリボンは使えないよ。ごめんね、出てきた景品には文句は言えないよね。もう足す。はい、どうぞ。はい、とっても似合ってるわよ、かぼちゃさん。そうなの？鏡がないからわかんないや。私に任せて。これはいつ見ても愉快ですね。かわいいですね。キラキラしてます。どう？確かに似合ってるね。ありがとう。どういたしまして、かぼちゃさん。はい、それでは時間の区切りも良いところなので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたしまーす。